スマイラー少年の旅は、イギリスの小説家、ビクター・カニングによる少年小説の三部作。1971年から1975年にかけて発表され、日本では1975年に中村太鼓役で新調者、後に改正者文庫で出版された。以下の三作からなる。チーターの草原1971年灰色イインの 城1973年早草の行方1975年無実の罪で、教護学校に収容された少年が脱走し、無実が証明されるまでの約1年間の逃亡生活の中で様々な人物との出会い、自然や動物たちとの触れ合いの中での成長を描いている。物語の舞台は三部作の作品ごとに、南イギリスのソールズベリー平原。 スコットランドの湖水地方の古城、南西イギリスのデボンシャーと散転し、各作品で鍵となる動物たちも、動物公園から逃げ出した、チーター、怪我をして群れからはぐれた、ハイイロガン、幼鳥時から飼いならされて飛ぶことを躊躇するハヤブサと変わっていく。無実の罪を着せられて、競合学校に送られた15歳のスマイラーことサミュエル・マイルズ少年は、 脱走後一度は警察に捕まったものの、落雷によるトラブルに乗じて、再びパトカーから逃亡する。時を同じくして、ロングリート動物公園から逃げ出したメスチーターのやら、も、二度目の落雷をきっかけに、動物公園を脱走する。スマイラーは、その後、妻の病気療養のため留守をしている、コリングウッド少佐宅のナ屋の2階に潜伏するが、やらも、 またナヤの一階を一時的な潜伏先として選ぶ。コリングウッド家から拝借したラジオで、チーターの脱走を知り、また一階にそのチーターがいることに気づいたスマイラーは、やらの境遇を知ったことにより、自身と同じ立場にいる彼女に親近感を覚える。スマイラーは、部屋内で髪を染め、特徴的なそばかすをタンニングローションで隠し、プロフィールを偽り、名前も、 ジョニー・ピカリングと変えて、ミセス・レイキーとミス・ミリーの姉妹が経営するケネルで働くことになる。近くにあるソールズベリー平原内の演習場で、ナヤからすぐ姿をくらましたヤラが生活、しかも、脱走当時身重だった彼女が2頭の子供を産み、育てる様子を目撃したスマイラーは、以降ヤラの生態を観察するために草原に足を運ぶようになる。やがて、 妻の介入に伴い、コリングウッド少佐が帰宅したことで、ナヤを隠れ家にできなくなったスマイラーは、友人となったケネルの出入り業者、ジョーの家に、格安の部屋台で転がり込む。しかし一方、ヤラは、子育て途中で油断から、牛の角によって、深で覆い、巣の前で生きたえる。それを発見したスマイラーはショックを受けるが、コチーターをこのままにはしておけないと、ヤラを、 フルイドに水槽すると自身が二頭を草原内で育てることを決意する。一方、コリングウッド少佐は自宅内にスマイラーが書き残していた自身宛のお受け手紙から推理、調査し手紙の主、お尋ね者の正体はケネルで働いているジョニー・ピカリングことサミュエル・マイルズであると確信する。サミュエル少年の裁判の一部始終や手紙の内容 廃借したものを一部を除いて、きちんと返却していたりと、お尋ね者に対して、好感を持っていた少佐だが、まず間違いなく、無実とはいえ、このまま逃亡したままではそれを証明することも、ままならない以上、警察に連絡して、一旦競合学校に戻した上で、自分たちが彼の無実を証明するために尽力した方が良いと考え、ケネルのレイキ医姉妹を夕食に呼んで、 ジョニーことサミュエル少年の濡れ衣の一部始終と、その無実の罪を晴らすために二人の了解さえ得られれば、すぐに警察を呼ぶことを提案する。しかし、ジョニーを特に気に入っているミリーは、彼が仕事から帰って疲れているところに、いきなり警察が踏み込んでそのまま連れて行かれることになるという展開に納得がいかず、食事会からの退席をしさ、ほとんど初めの頃から、 ジョニーの正体に気づきながら知らないふりをしていた、ミセスレイキーの取りなしもあり、すぐにこの場で警察を呼ぶ予定が、一晩の猶予を与えることに変更された。ところが、スマイラーのガールフレンド的存在になっていた、少女パッドの母が、その日の夕食の手伝いに来ていて偶然話を聞き、帰宅してから夫に話し、それを耳にしたパッドは、深夜のうちに、スマイラーに連絡する。 スマイラーは、無誘病者のふりをしたジョーから車のキーを受け取り、そのまま草原で二頭のコチーターを乗せて、ロングリート動物公園のチーターの過去位置に行き、そこで二頭に別れを告げて逃亡する。草原でこのまま誰にも見つからずに二頭が成長して、行くのは無理があり、自身がいずれまた逃亡することになるかもしれず、そうなれば二頭の世話も不可能になると考えたスマイラーは、 最終的には、こうして、動物公園に連れて行くのが二頭にとっては一番良い、道だと結論を出していた。チーターの過去一内に残されたアフラトリコの二頭だったが、群れのボスであるアポロは二頭を受け入れた。互いに知る術はないが、このアポロこそ二頭の父親だったのである。そしてその日の午後、スマイラーが乗り捨てた、ジョーのライトバンは警察によって発見された。 警察の追跡を済んでのところでかわして逃げ出した。スマイラーは、当初ヒッチハイクで出会ったトラック運転手、ボブ、野良犬のベーコンと共に旅を続けるが、他の運転手の通報が元で、ベーコンと共に、また逃げ出すことになる。スマイラーに結局逃げられたことを知った警官の一人は、逃げたって何も解決しないのに、と苦笑する。自分の蘇生を隠して調べた結果、 父親がコックとして乗船しているケンタッキーマスター号がスコットランドの港グリーンロックに入港することを知ったスマイラーはスコットランドへ渡る決心をする。その途中で出会った教授と自称する白式の老人の助けを借りて必要な物資と共にスコットランド行きの貨物列車に乗り込むことに成功する。しかし教授は別れの際にスマイラーのポケットから ケネルで数ヶ月働いて貯めた紙幣の入った封筒をこっそり抜き取っており、列車の出発後、そのことに気づいたスマイラーは一瞬呆然としながらも、その鮮やかな手口に苦笑するのだった。金こそ抜き取られたものの、教授がちゃんと調達してくれた物資のおかげで、スコットランドについてもしばらくはどうにか旅を続けることのできたスマイラーとベーコンは、やがて湖水地方にたどり着く。 そこで、スマイラーは、猫に襲われた、ハイ,イロガンのラギーを救出したことが縁で、後に、恋人となる少女ローラマッケイと出会い、湖内にそびえる古城の城主、アレクエルフィンストーン教、通称、殿様のところにローラと共に、ラギーを運び込むが、旅の疲れもあり殿様の前で倒れて気を、失ってしまう。目が覚めたスマイラーは、ケネルの時のように偽名は使わず殿様に、 自分の蘇生を明かす。その上で、父親の乗った船が、スコットランド内の港に停泊し、父と再会できれば、父の力で、自分の無実も明かしてもらえるので、それまで仕事をしながら、父の帰りを待ちたいと告げる。話を聞いて、殿様は、スマイラーの無実を信じると告げ、先日辞めていった、使用人、ウィリー・マック・オーフィーの代わりに城で働くことを勧める。 城の環境や、殿様の人柄に好印象を持っていたスマイラーに、とって、願ってもないことであった。城で働き、治療中のラギーをはじめ、木内の様々な動物たちの世話に汗を流し、獣医でもある、殿様の動物に対する治療の助手を務めると、しながら、スマイラーはいつしか獣医になる夢を持ち始める。また、定期的にモーターボートで城に物資を届けに来る。 ローラとも打ち解け、いつしか二人は友達以上の感情を持つようになる。それは殿様の誕生パーティーのメインディッシュとなる、大酒を二人で協力して釣り上げたことで、決定的になり、パーティーの夜、ローラと二人きりになったスマイラーは、それまで殿様にしか明かしていなかった自分の蘇生と目的を彼女に話し、ローラもスマイラーの腕を取り、秘密を守ることを約束するのだった。 そんな充実した日々を送るスマイラーだったが、気がかりは、すでに怪我は治っているのは明らかながら、一向に飛び立とうとしないラギーのことだった。やきもきする、スマイラーに対し、殿様は、君が走り、幅飛びの選手で、練習中に足を折ったとしたら、治っても競技をするのを重躇する場合もあるのではないか。とさとし、食べ物ももらえるし住むところもあるから、 今はわざわざ飛び立つ必要がないと思っているが、いずれ本能には逆らえず、必ず飛び立つと語る。そんな折、殿様が息子夫妻に子供が生まれたため、ロンドンに行くことになり、スマイラーはしばらく城の留守を守ることになるが、ある日潜水した、彼は水中に隠れたホラー穴を見つけた。そこには、以前殿様に聞かされていた、行方不明になっていた城の宝石が隠されて、 いたのだった。早速、物資を届けに来たローラにも見せ、これを売れば殿様の夢を実現できるだけのお金が入ってくると喜ぶ二人。だが、ローラが帰って、再び城内に一人きりになったスマイラーの前に現れたのは、以前から城を物色し、強盗に入る機会を伺っていた二人組だった。二人の悪巻の様子から、スマイラーは裏で糸を引いているのが、 あの評判の悪いウィリー・マック・オーフィーだと感づく。どんなに脅されようとガンとして、二人の狙っている、銀気の隠し場所を言わないスマイラーだったが、船長こと、ビリー・モーガンは、どうしても言わないならこうすると、今度は動物たちに向けて持ってきた銃を発砲する。弾丸は命中せずに済んだが、それが、きっかけとなり、飛ぶことを躊躇していたらギーもついに飛び立った。 一時は動物たちの命には変えられないと関連し、銀器や一緒にしまっておいた宝石も、悪漢たちの手に渡したスマイラーだが、これは作戦でもあり、隙をついて、再び銀器と宝石を取り返すことに成功した。しばらくは身を隠したスマイラーを捜索する、二人組だったが、檻から暴風雨があたり一帯を覆い、あまり長居できない事情もあり、悔しがりながら城を後にすることになる。 スマイラーは強盗たちの隙をついて、ローラ向けに合図を送り、その知らせが届いたローラは、暴風雨の中、城へ向けて、音を出す。悪戦苦闘の末、どうにか、城にたどり着いたローラだが、スマイラーの姿が見えず、殿様の銀器も宝石も消えていることにショックを受ける。翌朝来ないに点在する島を見回ったローラは、ある島の騎士で銀器と宝石の入ったリュックを背負った。 まま倒れているスマイラーを見つけ、上陸して彼を抱きしめる。城に戻ったスマイラーは、ローラの看病を受けながら、ことの天末を話して聞かせる。ローラも、スマイラーの言う二人組に心当たりはなかったが、もし、ウィリー・マック・オーフィーが、裏で糸を引いているなら、きっと後悔することになるという。そして、話の流れの中、スマイラーは、ローラに向けて、 将来自分が獣医になれたら結婚してほしいと告げる。突然のことに驚いたローラだが少なくとも拒否はしなかった。やがて殿様が帰ってきた。スマイラーが宝石を見つけ、その宝石を強盗から守り通したことを知った殿様は、スマイラーは勇敢で立派な少年だ、と感謝の言葉を伝える。しかし、平穏な時は続かなかった。 古城滞在中にひょんなことから、スマイラーの正体を知った強盗たちは、お宝を取り損ねた腹いせに、匿名で警察に、スマイラーのことを通報したのだ。無視するわけにもいかない警察は、ついに城にやってきて、殿様と話をする。隠れて聞いているうちに、父親が乗っているはずだった船に乗っていないことを知った、スマイラーは、愕然とする。 ショックを受けながらも捕まるわけにはいかないと逃げる準備を始めるスマイラー。そばにいたローラは反対するが彼の決心が固いことを感じるとそれが決して正しい方法ではないと言いながらも協力する。城を抜け出した二人は最後にお互いを抱きしめ唇を合わせる。そしてローラに必ず帰ってくる。と告げるスマイラー。それに対してローラは 直接な表現ではないものの、以前のスマイラーのプロポーズを改めてしに来ることを決して忘れないから、と返し、彼がいないことに気づいた警察が追いかけてくる前に逃げるよう促すのであった。スコットランドをも逃げ出したスマイラーは、またヒッチハイクを試み、いくつかの失敗の後、ジミー・ジャゴーに拾われる。ジミーの計らいで、南西イギリスのデボンにある農場で、ジミーの母である、 公爵夫人に雇われたスマイラーは、獣医になる夢を実現させるため、仕事の傍ら個人教授をつけてもらい、勉強することになる。公爵夫人の計らいで、スコットランドに残してきた恋人ローラとも連絡がつくようになり、二人はしばらく文通を続ける。その間に、公爵夫人やジミーはスマイラーのために動いており、いつしか、ブリストルにいる、元々の元凶、ジョニー・ピカリングにも、 謎の手紙が届くようになる。やがてローラが休暇を利用してスコットランドからやってきた。楽しい一週間を過ごす二人だが、別れの前日、ローラはスマイラーにデイボンに来る途中彼の姉夫婦に会って、自分の知っている限りのスマイラーの近況を話したと、次、姉夫婦の元に届いていたというスマイラー宛ての父親からの手紙を手渡す。そこには、 スマイラーに対する激励と物事に勇気を出して立ち向かうことを進める文面が書かれていた。翌日、ローラとの別れの際に、スマイラーは列車の中で読んでほしいと手紙を手渡す。そこには自分が決心したことが書かれており、それを読んだローラは涙を拭う。そしてスマイラーは知り合いの警官にことの真相を告げる。驚いた警官だが、 公爵夫人を交えた話し合いの末、すぐには結論も出ないし、こうして自分から言い出した以上逃げ出したりもしないだろうとしばらく待機するように告げる。スマイラーが退出した後で警官は彼は正しい結論を出した。と評する。やがてブリストル警察から警部がやってきてスマイラーと面会する。しかし警部がスマイラーにする質問はどれも スマイラーとは関係のなさそうな質問であった。よくよく話を聞いてみると、その日の朝に事情を聞くために警官が、ジョニー・ピカリングの家に行ったところ、ジョニーは警官を見るなり真っ青になって、ことの真相を、洗いざらい白状したという。度重なる警告の手紙が届いたことで、ジョニーはすでに罪の意識で押しつぶされそうになっていたので、ある。こうして、スマイラーの疑いは、晴れ。 獣医としての勉強をさらに進めることになる。やがて、ブリストルの姉夫婦の元に帰っていったスマイラーの将来を占うため、彼とローラの残していったものを持って占い小屋に入った公爵夫人は、その水晶玉の中に二人の幸せな未来を見て満足そうに頷くのであった。改正者、1979年、ある日の昼下がり、ブリストルの歩道を歩いていた一人の老婆が、 後ろから走ってきた少年に突き飛ばされ、ハンドバッグを奪われた。たまたま警官が遠くから、この現場を目撃して、泥棒の後を追った。角を曲がったところで少し先を走っていく少年を、見つけて捕まえると、盗まれたハンドバッグを持っていた。少年の名は、サミュエル・マイルズ。彼は犯行を否認したが、以前から、たびたび警察とか、代わりを持ったことがあった。 サミュエルの言い分は、街角に立っていると知り合いだが、互いに嫌って会っている少年ジョニー・ピカリングが、走りすぎざま自分にバッグを投げてよこし、隠してくれ。と怒鳴った。だから自分はジョニーを追いかけて、バッグを持ち主に変えさせようとしたのだと。しかし、少年裁判所の証言で、ピカリングの両親や隣人は、ジョニーはその日ずっと家に行ったと主張。法廷は、 サミュエル・マイルズは罪を逃れるために、苦し紛れの嘘をついていると断定、有罪であり、教互学校に行くのが妥当だとされた。改正者文庫の役者跡が気による。ありがとうございます。